藤谷妻赤は、東京都足立区出身で玉のいべや所属の現役、大相撲力士。本名は、渋谷和義。身長181センチメートル、体重163キログラム、血液型大型。特異種は月、押し、左四つ。最高位は、西前頭四枚目。ニックネームは、おかわりくん、渋。足立区立亀田小学校5年の時に相撲を始め、 6年時には、ワンパク相撲全国大会で2位となった。足立区立第9中学校卒業直前に、小学校時代から稽古に通っていた玉の井部屋に入門し、2003年3月場所において、初土俵を踏んだ。同期生に、佐田の海らがいる。体格を生かした押し相撲を武器として、2005年7月場所に幕下へ昇進し、 2006年11月場所では自己最高位となる東幕下11枚目の位置まで昇進したものの一時期は首を痛めて3段目まで陥落したその後も長らく幕下に在位し続け2011年1月場所において新十両へ昇進した14代玉の井が玉ノ井部屋を継承してからは初となる関取となった 同年5月技量審査場所では西十両8枚目の位置で9勝6敗と勝ち越しを果たし、通常ならば幕内へは上がれない位置と成績だったものの、大相撲やお帳問題で多くの力士が引退した影響を受けて、翌7月場所において新入幕を果たした。新入幕となった2011年7月場所では10勝5敗という好成績を挙げたものの、翌 9月場所から5場所を連続して負け越してしまい、2012年7月場所において重量へ陥落した。その7月場所では10勝5敗と大きく勝ち越し、翌9月場所において再入幕を果たした。場所後の2014年2月4日には左目網膜剥離の手術を受けていたことが明らかになり、三月九日には、境会から左裂れ原性網膜剥離で今月末まで、 安静を要すると診断されたことが発表された。これにより、富士東は初土俵以来初めてとなる休場となった。西十両9枚目の地位で迎えた7月場所には、目薬を刺す必要がなくなるほど左目の状態が改善されており、この場所では8勝7敗の勝ち越しを収めた。網膜白磁になったことで恐怖心が芽生えて1年ほど重量で停滞していたが、 いつまでも重量で取っていてもダメだ。目も大丈夫だし、早く幕内に戻りたいと決意した。富士東は2015年3月場所に12勝3敗で重量優勝を収め、翌5月場所には再入幕を果たした。しかし5月場所は3勝12敗と大きく負け越して、1場所で重量に逆戻りとなる。そこからは再び重量での土俵が続いていたが、 2016年、9月場所は東重量14枚目の地位で5勝10敗の大敗を喫し、これにより34場所連続で務めた関取の地位を手放すこととなった。幕下陥落後は2場所連続で勝ち越し、2017年、3月場所に手重量に復帰した。しかし6勝9敗と負け越して、再び幕下に陥落した。以降は幕下での土俵が続いている。 2019年3月場所は、東幕下2枚目で4勝3敗と場所後の、最重量が十分ありうる成績であったが、翌、5月場所は、東幕下筆頭に止まった。その5月場所では3勝4敗と負け越し、さらに、東幕下5枚目に落とした7月場所でも2勝5敗として、出直しとなった。2020年3月場所、 西幕下3枚目で5勝2敗とし、3月25日の番付編成会議で約3年ぶりの重量復帰が決定した。土俵の外では、テレビのバラエティ番組への出演のほか、2014年4月26日公開の映画、テルマエロマエ2に力士役として出演している。2020年9月10日、2019。 新型コロナウイルスに感染していることが判明したことが報じられた。5日に同部屋所属の幕下以下の力士の感染が確認されており、部屋所属の協会員として検査を受けたところを判明したという。このため、9月場所は全休となる。11月場所は初日より不審で15戦全敗となった。幕下に落ちた2021年1月場所も連敗は止まらず、 4番相撲に負けて関取経験者としては、史上1位だった21連敗に並び、最終的に23連敗まで記録を伸ばして、しまったが、14日目の7番相撲で、乗り行き武蔵を破って、連敗を止め、2場所連続の全敗も免れた。2021年3月場所終了現在。ありがとうございます。